フルート島は沖縄県国上郡なき人村に属する島で沖縄本島北部にある八賀ジ島の北に位置する人口346人世帯数163世帯面積3.17平方キロメートル周囲7.9キロメートル最高点107メートルの円形台地上をしておりその周辺をラグーンと外洋が取り巻く村内上原 下原バルの三集落があり、一人の区長が統括している。琉球政府時代の1960年代より、島内の生活、産業基盤の整備が進められ、1970年代には、海底からの送電、送水による電力供給施設、簡易水道、灌漑用貯水池が、1980年代には、公民館と島を一周する道路が、1990年代には、 漁港、水産加工施設が2000年代には公民館の建て替えと海岸道路、古売大橋の建設が行われた。古くから反応半漁であり、砂糖キビやクレナイ,イモなどの商品作物の栽培とウニ漁、モズク養殖などの沿岸、沖合漁業が行われているが、農業は従事者の高齢化と収益性の問題、漁業もウニの減少やモズクの不作、 許可の低迷を受けて厳しい経営環境に置かれている。古売大橋開通後、加工業や小売業への新規参入がある反面、既存のものは低迷、消滅している。2003年度までは小中平地校であったが、村内中学校の統合により2004年度から2012年度まで小学校のみ存在した。平行に伴いこの島の小中学生は沖縄本島にある。 泣き人村立天庭小学校、泣き人村立泣き人中学校まで通学することになった。古売大橋2005年2月に古売大橋が完成し、名護市のヤ賀島と橋で結ばれた。行政上は泣き人村に帰属しているが、ヤ賀島と泣き人村本島側との間の河橋が開通するまでは、古売島から村役場のある中曽根に向かう際、 またこの島の中学生らが通学する際にも、矢ヶ島橋を経由して迂回しなければならなかった。沖縄バス、那覇バスが運行する定期観光バスには、古売島を組み込んでいるコースがある。ヤンバル急行バスが、泣き神村の本島側と古売島を結ぶ、那覇泣き神間バス利用客限定の無料バスを運行していたが、2020年7月1日より、運賃を支払えば、誰でも、 利用可能な一般路線バスとなり、フルート島に乗り入れる初の路線バスとなった。1911年にサバニによる本島への定期輸送が開始され、2005年のフルーリ橋完成まで運行していた。前畑明美、沖縄、フルート島における、過境化による社会変容、人文地理第63巻第4号、人文地理学会、2011年、 344から359ページ、2020年3月22日、閲覧。ありがとうございます。